こんばんは。ザ・ミュールです。久しぶりです。やっとカメです。やっとカメどこじゃないですか。やっとカメで80日ぶりなんですよ。とんでもないです。約30年ぶりにこの第一期のザ・ミュール、再結成。シャイニさん。裏筋が痛いです。おっさんか。おっさんです。ね、弱い50を取るに過ぎて。わかりました。改めてあのですね、このザ・ミュールってバンドについて若干ちょっとだけちょっとあのお話しさせてください。ちょっとお話しながら休憩なんですけど、あの大学時代にですね、このバンド組みまして21歳のですね、ほぼメンバーはこのメンツです。他にもいろいろいたんですけれども、懐かしい顔もそこに来とるんですけれどもね。それであとはあの、まあ、榊にいる吉田君の同僚と、あとまあいろいろ、まあいろ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 かで、彼、ベースの宮野君はですね、他の DNA とバンドでね、ハードロックバンドで活躍されてたんですけど、今回この第1期ザ・ミュール復活の話で、ね、心よく引き入れていただきました。と言いましても、宮野はですね、この第1期の、携帯で長いよ、お前話。あ、そう。長い長い。息が上がってんだろ、お前。飲みすぎなんだよ、お前。ちょっとね、この汗全部ビールなんだけど。というわけでですね、昔やってた曲、キーがね、高くてね、出ないんですよ。ですから今の曲もね、実は私昔歌ってたんですけど、もう出ないんで、彼には全部任せます。ただ、まあ、若い人にもね、手綱を渡さないかんということで、今からちょっと新曲をね、作ったんですけど、一つあのちょっと新しい息吹をここで紹介したいなと。今回ちょっとゲストボーカルという形なんですけども、とびきり若いやつを紹介したいと思います。りょうちゃんおいで。はい。は、あそこか。拍手。はい。若すぎだぞ。親子くらい年が離れています。りょうです。よろしくお願いします。かわいい。あのね、僕ら秀樹以外は会うの2回目なんですよ、今日。めちゃくちゃ緊張してるみたいです。こういうこと言うとね、また余計に緊張しますよね。緊張してるの？大丈夫。どっちから声がしたか分からない。俺はこっちだろ、いつも。よく頑張れ。頑張ります。じゃあちょっと新曲、30年ぶりの新曲ですね、聞いてください。 Go ahead to you。
ありがとうございます。Thank you.
今しゃがんで一生懸命チューニングしてます。ちょっと注目してあげてください。チューニングしてます。音が合いました。おめでとう。吉田さん。
throws it to you. Kind of. やがて散りつく白い花。
ワイルドロスという、ね、曲を聴いて選びました。うちらミュールの曲って、あのいつ始まったかいつ終わったかよくわからんと昔から言われてるんです。今からそれの典型的な歌をやります。長いですよ、次の曲は。なんか乗りにくいっていうか、あの手拍子しにくいですよね。いや、してくださいって言ってるんじゃないんで、別に大丈夫なんですけど。できないThank you.
ありがとう。その人の名字を取って竹内はい竹内という曲を聴いてください。いやそして曲名かそれは本当に Let's go!
どうも、温かい拍手ありがとうございます。結構ですね、もう年も年なんで、もうこんだけの曲やると、もう相当ですね、息も上がって、もともとギターにした瞬は、しこたまビールも飲んでて、さっきのですね、バンドさんと続きでやってますんで。いけるみたいです。もう一息ですね、皆さんの温かい拍手がいただければ、完全復活だと思いますので。よっしゃさーさ回ってないよ、スティックオーケー今からは人様の曲をやってもらったのかな。
Thank you.
ちょっとおまけで聞いてください。オッケー。